そうそう、グッドマンチェストレート、おるちゃんせです。はい、なんとなんと、そうそうくん、机が来ました。なんか新鮮じゃないな、今までソファーの上だったじゃん、ずっと。だから、机があると、なんかすごいね、でもどう映ってるか私見れてないからさ、まだわかんないんだけどさ、うん、ということで、本日なんですけどもね、ちょっとね、うん、さっき、あのカメラ街でね、やってたんですけど、何その笑い方。ねえ、キモすぎ。何その笑い方。思い出しちゃない。あ、思い出しちゃない。あの、クイズをね、ちょっとやっていきたいなと思うんですけど、本日の企画、引っ掛け意地悪クイズだっけ。うん、そう。何問10問ぐらい。 5問にする。え、100問ぐらいでいいじゃん。100問で。100はやば、100やば。誰が見たいの、その100問さ。やってるとこ。誰が見たいの。ねえ、やめて。はい、今、はい、はい、いいやりです。いいやりって何のいいやり。なんか下でペットボトル押し付けてきました。やっていく、うん、やっていく、うん、もうやろ、やってみよう。本日あのクイズを出してくれるのはプロデューサーのハナピーさんです。ハナピーさん、お願いします。お願いします。待って、こういうはいにする。うん、もちろん。はいね。うん、じゃあそれ以外のはいって何があるの。はいとか。え、じはい。と言ってマジで。マジこれはなさすぎる。第1問、先生が泣いています。どうして泣いているでしょうか。先生が泣いています。先生が泣いちゃったの。しく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 楽しく泣いてんの。泣いちゃった、うん、泣いちゃったか。泣いちゃったよ先生。どうするか。泣いちゃったか。先生が泣いちゃった。どうして泣いているか。泣いてる理由。卒業が寂しいから。ああ、いいこと言うね。いいこと言うね。残念。え、結構大泣き。まあ結構大泣きよ。結構、まあ別にシクシクでもいいんだよ。うん、あ、そういう観点は正しい。そうそう、正しい。ん。ごめん。まあ、適当だな。こっち質問してんだ、真剣に。真剣なんだからこっちは。シクシクって、変換した方がいいってこと。いや、シクシクでも、もう大号泣でも変わらない。あ、そこは何。泣いている事実。ああ、美しい何々は借りがないってことでしょ。え、要するに。この涙が美しいかどうかは、まあ、分からん。そこは不明。不明。ああ、了解了解。オッケーオッケー。楽しいからでしょ。あ、惜しい惜しい。はい。あくびをした。違う。悲しいから。あ、それ悲しいからはマジで惜しい。93点。え、もうあと。今日王道じゃんじゃん。王道だよ。嬉しいから。いや。違うんだよ。寂しい。ああ、そう、そういうんじゃない、そういうんじゃない。悲しいか。悲しいは惜しい。悲しいが惜しい。惜しい。別に嬉しいは惜しくないかな。悲しいが惜しい。悲しいが美味しいんでしょ。美味しくはないね。美味しくはないな。いちいち間違えたとか拾うな。悲しい。悲しみ。いや、そういうんじゃないよ。別に。そうですよね。フィニッシュすれば合ってる。そこじゃない。すいませんでした。はい。え、なんだろうな。え、なんだろう。え、マジわかんなくない？マジわかんない。え、わかる？わかる？え、悲しいがあれでしょ。うん、93%。え、人が泣いてる理由？来た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 。悔し涙。残念。来た。来ました。はい。目が痛い。目が痛いとか。え、感情的な問題？まあ、感情だよね。あー、情緒不安定だ、先生。先生、情緒不安定。多分。まあ、先生は情緒ちゃんとしてる。あ、本当ですか。ちなみに。なんだろうね。答えいきます。うん、答えってこ。なんか来たかったから。いやいや、それ多分もう情緒不安定だよね。ね。はい、次。スーパーにお菓子を買いに行ったのに入れてもらえませんでした。入れてもらえませんでした。はい。なに、何が。スーパーに。スーパーに。わかりました、わかりました。はいはいはい。お菓子を入れてもらえませんでした。はい。え。なんでもない。
それかカゴに、そうカゴに、そうそうそう、問題読ませてよ、問題よ。スーパーにお菓子を買いに行ったのに入れてもらえなかった、なぜでしょうか。はいはい、柄が悪いから。それはあなたね。それ入れてもらえないよ。そんな格好してたら入れてもらえないけど。違います。あー、分かった分かった、はい、はいはい、人じゃなかった、人間です。ね、それしか考えないですか。だってもう入店すらさせてくれないってことでしょ。そうそう、入店すらもうダメ。分かった、はい、子供、子供は入れるでしょ。一人で分かんない分かんないって。いや違う、店に入れなかった。そう、店に入れないの。え、どうしちゃったの。まずそうそう、くんもボノも入れない。あ、どっち。分かった、はい、潰れてたから。あ、惜しい。そういう路線でしょ。うん、店がなかったから。あ、マジ惜しい。お菓子がなかったから。あ、店が閉まってたから。お、正解。ほら、お店が休みだったから入れませんでした。次、かけっこで、はい、カノン君がビリになっちゃったの、なぜでしょうか。はいはい、一人で走ってるだから。ああ、あ、そういうことか。ダメ。あ、え、単純に足が遅いから。正解。こんなんなんな、こんなんなんな、分かった、はいはい。今ね、難しく考えすぎてる。そう、ひねりすぎちゃった。ひねりすぎてる。そうだね、もう問題聞きながらし、フル回転させてるもん、頭をグロンって。だから多分分からなくなっちゃってる。だからガチとか分かるんだよ多分。うん、そういうあれやめな。ダメダメダメ、僕はやり直し。はい、え、そういうさ、だからさ、それ、行きます、はい、はい。じゃんけんでグーしか出せない人がいます、なぜでしょうか。はいはい、ドラえもん。違います。はい、何、指がないから。指はあります。はい、荷物を持っている。おお、おお、もう正解と言っていい。正解、何かを握っているから。よし、おお、正解、やった。持ってる時じゃんけんするとグーになっちゃうもんね。うん、なるなる。だってこれ今そうじゃん。うん、最初グーじゃんけんぽいみたいな。なんでグーだった。なんで。小学校高学年向けね。重い荷物を持ったおばあさんのところへ、優しい顔をした男の人が来て、おばあさんの手を引きました。次の日、その男の人が警察に捕まってしまいました。なぜでしょうか。車で引いたから。すごいすごい。え、待って、鳥肌立つんですよ。それはすごい。いや、怖い怖い怖い、マジで怖い。この時間怖いからやめ。あ、失礼失礼。鳥肌立ったんだけど、ね、よく気づいたらめっちゃ怖い、ね、ちょうど2時だしね。うん、やばいね。やめてやめてよ。腕につけるのは腕時計、はい、懐に入れるのは懐中時計、はい、壁にかけるのは掛け時計、はい、では、大活躍をした砂時計は何というでしょうか。砂時計、大活躍をしたね。砂時計は砂じゃねえとダメの。ダメ。え、普通に砂時計。正解。 大活躍をした砂時計は何というでしょうか。大活躍しましても砂時計は砂時計だよねっていう。うーん、キモ。なんかさ、さらっとさ、はい、なんとかじゃなくてさ、うん、砂時計。え、そうだからね、一番だるいやん。確かに、だるい、マジだるい。あの、見てる人もつまんないよこれ、次、電気をつけてないのに部屋が明るかったのはどうして。電気をつけてないのに部屋が明るかったのはどうして、うん、はいはい、昼間だから。正解。ショーリングス見てる人楽しいのね。サムネですね。どうやって釣るのこれを。ラストです。やすやすやす。お酒を飲むと話が止まらなくなるあつしくんのお父さん。あつし、あつしのお父さん。まあ、そうそうくんのお父さんでもいいんだけどね。今日もビールを飲みながら自分の昔話を始めました。10年前はコンビニの店員、7年前は水泳のインストラクター、5年前はトラックの運転手。では今は何をしているでしょうか。はい、はい、あつしくんのお父さん。あ、違う。おお、めっちゃいいね。答えでもいい、それ。考えたらいいです。うん、100点でいいと思う。99.9。
99.9 ほぼ正解じゃないけど、答えが納得したから、私的に 99.9 点のこと。ほぼ正解やんの。なんだっけ、何をし今は何をしているでしょう。もう一回読むね、うん、お酒を飲むと話が止まらなくなるあつしくんの。分かってました。酒を飲んでいる。正解。すげえ。今はお酒を飲みながら、おそビール飲みながらお話して。今はって言ってるから正解。すごい。よし。でもトータル負けたよね多分、うん、4対3か5対3。え、そんなしか答えられてなかった、うん、くっそ。うん、かわいくね今。流れになったらもうちょっとね、ガンとかやれよと思ったでしょ。ガンってやったらこれグルグルガンっ って思ったの。買ったばっかだからやべえと思ってこんなになっちゃった。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。よいまたね、もう終わった。どこでしょ。どっからどっから来てたの。この嘘。え、なんだよ。機材トラブルガチやってるからやめて。ちゃんとついてました。危なー、マジで焦るね。こんな夜中の2時にさ、何回も撮り直して、何回撮り直して大丈夫です。もう2年目概要欄の方にインスタグラムの URL が貼ってあるんで、よかったらフォローよろしくお願いします。お願いします。ネタ読んで頑張れ。頑張って、頑張って、うん、よかったら聞かせて、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。